河村久子は日本のクラシック音楽のピアニスト。1981年に兵庫県西宮市に生まれる。5歳で届くし、ピアノを学ぶ。ハノーファー音楽演劇大学でウラジミール・クライネフに指示。これまでに NHK 交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、東京都交響楽団、東京交響楽団、 京都市交響楽団、兵庫芸術文化センター還元楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、関西フィルハーモニー還元楽団、広島交響楽団、仙台フィルハーモニー還元楽団、群馬交響楽団、チューリヒトンハレ還元楽団、チェコフィルハーモニー還元楽団、バイエルン放送交響楽団、モスクワビルト王子、スロベニアフィルハーモニー還元楽団、 マンハイム国立劇場管弦楽団、ミュンヘン室内管弦楽団、ウィーン公共楽団、ベルン公共楽団、ローザンヌ室内管弦楽団、モスクワ放送公共楽団、ウクライナ国立フィルハーモニー管弦楽団ほかと共演した。二千十九年の日本デビュー十五周年を見据え、二年がかりでベートーベン、ピアノソナタプロジェクトに取り組み、自ら厳選した十四のソナタを、 全4回のリサイタルで披露している。2019年10月公開の映画、スガルと遠イにてピアノ演奏を担当した。ありがとうございます。